ハローアイムユミコ近いな、近い近い。はい、今日はね、本当に嵐がやってくる前に突撃結びの森っていうことで、見てください。普段私たち住んでる富良野市内からだとね、全然違う風な山の形に見えますけども、結びの森から見るとね、ちょうど十勝岳連峰の裏側から見るような感じになりますね。だから見る角度違うと変わるっていうのは面白いですね。さあさあ、嵐が来る前にこう見てください。めっちゃもう気持ちいい、最高ですね。自然とこう笑顔になりますね。よし、じゃあちょっと早速ね、準備していきます。と一緒に体験できたらいいなと思っている楓の、板谷楓の木と、あとまあいい白樺のね木があれば、白樺の太い木をね、ちょっと印入れたいなと思います。はい、なので今日はね、ちょっと森の中は縦横無尽に歩けるように、ちょっと趣味でやっているテレマークスキーを履いてみます。はい、じゃあ行ってきます。